夕立か。降ってきたな。なあ姉貴、よかったらクォーター、いや俺にも教えてくれるか。あの水ってのは一体何なんだ。うん、例の水にもいろいろあるんだけどね。本当に特殊なのはわずかしかないのよ。わずかってどのくらい？さあ、私が把握してる限りでも世界中合わせても数リットルほどよ。そんなにちょびっとなんだ。そうよ。これはクララの方が詳しいと思うわ。はい、私たち船が認識している限りでも総量は同程度です。計6種、最も小さい数 cc から大きいものでもコップ1杯の 100cc ほど。それぞれにイニシャル面をつけ、この広い海上で常に動きを監視しています。監視って他のレア物みたいに採取しないのですか？それは、それは無理なのよ、かな子。どうして？誰にも捕まえることも触れることもできないからよ。だから寄ってきても追い返すくらいしかできないのです。下手に触れちゃ船だって沈むわ。人なら即死ね。船ではあれをこの世のものではないと考えています。そうね、私もそう思う。一体どこから生まれてきたのかしら。もしかしたら本当に違う世界から来たのかもしれないわね。なんかちょっと怖いかも、この世のものじゃないなんて。あ、どうしたのクララさん、私の顔じっと見て。いえ、なんでもないです。気のせいだと思いますから。なあクォーター、お前ってさ、いつから水の色が見えるようになった？確か10年くらい前だったような。その時のこと覚えているか？あまり覚えてないけど、確か雨の日に突然見えるようになったような。雨の日に？そういえばどこかで見たような気がする。どうやっても思い出せないけど、誰かと何か大切な約束をしたような気がする。